こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。手相知識を使いながら心が軽くなる配信を目指しております。 YouTube チャンネル登録者10万人を目指して日々発信させていただいております。いつも見てくださる方、本当にありがとうございます。登録がまだの方はぜひお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。手相をご自分で見る時のポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日は強い守護霊に守られる人の特徴と手相というテーマでお話しさせていただこうと思います。本来守護霊とは必ず一人には一人ついているもので、前世や現世の運命をあらかじめ理解し、その人の魂の成長を導いていく役割があるとされます。人は人生を送っていく上で、この守護霊の導きにより最善の選択を選んでいるというふうに伝えられています。なんとなく嫌なことが続いていて、私には守護霊がついていないのかもと考える方もいらっしゃるかもしれません。ただ間違ってはいけないのは、守護霊の役割はその人の魂の成長を導くことです。守護霊はその人に降りかかる災いの全てから守ることが役割ではなく、その人の成長のためなら時には災いから守らないこともあります。それがその人の成長につながるのであれば、あえて守らないということです。守ってもらえてないという考え方ではなく、今は自分の試練なんだと捉えられるようにしていきましょう。ではこの守護霊のパワーが強い時というのはどのような時なのか考えてみたいと思います。それは目立ったトラブルに巻き込まれることもなく、穏やかに日々が過ごせている状態だと考えられます。また何かに挑戦しようという意欲が湧いてきて、実際にうまくことが運んでいるというような時は、守護霊のパワーが強くなっていると言えるでしょう。穏やかに過ごせている人を表す手相としましては、線に全く乱れがないというタイプになります。感情線、頭脳線、生命線、こちら3線の乱れがないかを確認してみましょう。特に感情線や頭脳線が乱れている場合、考えすぎてしまって苦悩している日々や気持ちが落ち着かなく、なんとなく疲れてしまうといった人に見られるとされます。これらのような線が乱れがないという状態は、非常に心が安定していて穏やかに日々を過ごせているということが考えられますので、結果的に守護霊が強い時期というふうに捉えられます。また何かに挑戦しようという意欲が湧いている時というのは、中指へ向かって伸びる線、運命線が濃くはっきり出ているタイプになります。運命線とは人生を表す線ですから、こちらが濃くはっきり表れているのであれば、何かに対して一生懸命努力できていることが伺えます。二重で出ている時期なんかもあるかと思います。こちらは二重運命線という層になり、その頃ぐらいの時期は非常に物事に対して熱中できたり意欲的に取り組める時期とされます。時期の見分け方としましては、手の付け根を0歳として定め、中指の付け根を100歳として定めます。手のひらのちょうど真ん中を30歳、30歳と100歳のちょうど真ん中を52歳、52歳と30歳のちょうど真ん中を40歳、52歳と100歳のちょうど真ん中を75歳として定めてみてください。ちょうどご自分の年齢の時期に線が濃く現れている、二重で現れているといった時は、守護霊が強くなっている時期だというのが言えます。反対に守護霊のパワーが弱くなっている時というのも手相から導けることができます。例えば何をしてもうまくいかないなんていう時、なんだか調子が悪いという時は、守護霊のパワーが弱まっている可能性が考えられます。ただ単純に疲れが溜まってうまく力が出せないという場合もありますが、今はその時期ではないと無理をしないために守護霊が止めているということも考えられます。この場合は無理をせず体を休めて守護霊の力が戻るのを待つ方がいいでしょう。このような部分を表す手相としましては、底面線が薄く弱々しく出ている、切れ切れの線になっている、下の方がほうき状にいっぱい線が出ているといった場合になります。生命線は健康運を表す手相としても知られていますから、こちらの生命線が薄かったり切れ切れであったり、下の方がほうき状になっているという場合は、生命力がかなり弱まっているということが考えられます。なので紹介した通り、守護霊の力も弱まっているかもしれないというのが考えられます。なのでこのような手相を見かけられた時は、無理をせず体を休めるということを考えてみてください。守護霊も人と一緒で、良い時悪い時というのがあると考えられます。
手相で守護霊の力をしっかり理解してあげて、上手に使えるようにしていくと、今後の運気も上げていけるのではないかと考えられます。ぜひ参考にしてみてください。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。